さあ正面からローラー打つ、ローラーも一度冷静ですね、ワンホップ選手。あの久保さんは日本代表で結構パワープレーの時に、はい、まさにこう点を決めてこいという感じで起用され、おっと決めた、久保さんの話また後ほどして、今いい形で決めた97番池田です。さあ池田付きのシュートいかがですか、リプレイ見て。スクリーンですね、見えてなかったですね。この5番の泉翔馬がジャンプ、さあ今度はグリッツ、鈴木ロイが持つ、ちょっとこれディフェンス少ないぞ、シュートいった、お間に合いました、畑道和間に合って、今からの角度からだと、はい、レガースとキャッチングの間が空くので、おっとポストクロスバーどうだ、入っていない。さあ今度はおっとこれはパックをさらったグリッツ、さあショートアウト、おっとこぼれてしまった、ここはチャンス、逆にブレイクアウェイどうだ、このシュート肌止めました。さあ田中亮がパックを奪って、さあこれは左にいいパス、正面どうだ、パック押し込んだ、こぼれたパック、92番名前大輝が押し込んだか。さあこのパス良かったですね、はい、佐々木が打ったシュート、小野光平がパックを確実に保持できなかったので試合が流れます。体の正面止めたようには見えたんですが、ここでちょっとポロッとこぼしてしまいました。それを見逃さず名前大輝が5ホール、いわゆる足と足の間を通しました。さあ第2ピリオド試合が動きました。そこから今度はグリッツが決めた、鈴木ロイ、フリーブレーズとしては、まあ、これはちょっと防ぎようがないか、ラウターがのシュート、畑もよく止めたんですけどね、やっぱちょっとこの体勢からリバウンドが出ざるを得ません。さあリバウンド出たところ、後ろからフォローした鈴木ロイが浮かせてにキム・ユンジェがついています。さあこれでフリーブレーズラストチャンス打つことができるか、ゴール前激しい争いだった、こぼれているキム・ユンジェが追っかけるが、打つとこはまでは至らない。松淵がバックハンドから打とうとしましたが、さあまだチャンスある、空いてるぞ、どうだ、きたー、決めた三浦大輝。あ、さあどうでしょう、リプレイで確認しましょう。ここサイドからシュート、三浦87番ですかね、最後決めたのが87番、茂木選手ですね。あ、そうですね、茂木慎之介です。覚悟しないといけないシチュエーションですが、逆に人数をかけて攻めることができます。さあどうだ、これは入ったうわー、この長い距離よく入れましたね。エンプティーデッドゴールですでしょうかね、ここから決めちゃうんですからね。そうですね、あららら、決めて追いついたという、はい、そのくらいのレベルの試合になっちゃいますんで、あとここでグリッツとどめ。さあキルプレーから最後、あ、この振りの速いシュート、このシュート自体についてちょっと久保さんに解説していただきましょうか。よくここからこんなスピードのシュート打てますね。すごいですね、うん、今のに匹敵する、シュートも何本も見ていますが、さあというわけで、まあ、残り1分切ったところで残念ながらフリーブレッツ失点してしまいました、ただいまの得点ゴールが77番のティモシー・シュープ、そしてアシストは9番のアレックス・ラウター、そして21番の杉本海についてます。さあもう一度これじゃリプレイで見ましょう、このシュート、どうだ、ところがチップしてますね、あ、なるほど、ね、ここに開幕
州以来の連勝となりました。